ナイス。今の良かったですか？今めちゃくちゃ良かった。今の時代、雑誌だったり、レッスン動画って世の中にたくさんあるじゃないですか。いろいろ情報を入れすぎて、分からなくなっている人、多いんじゃないかなと思いまして、はい、そんな方に、これが正しいよっていうものを、きっぱり、裏情報として教えてほしいなと。きっぱり。はい。ボールを見ようとすると、逆に頭が動いてるっていう現象になることもあるので。はい。捻転とは何か、いろんな言葉があると思うんですが、まずは捻転ってどういうことなのかっていうのをご説明します。ベースという販売サイトに飛んでいただきますとご購入できますので、ぜひ皆さん一度見てみてください。裏岩本論。皆さんこんにちは、かえでです。そしてプロゴルファーの須藤優太です。で、新藤大輔です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日は児玉ゴルフクラブに来ております。皆さんに冒頭でプロアマレッスンということで、プロとアマの動画の比較、スイング動画の比較を見てもらったと思うんですけれども、今日いつもはウームゴルフくんと須藤プロ、はい、私と須藤プロっていう感じで比較してるんですけれども、はい、今回特別編ということで、はい、新藤さんに来ていただきました。お願いします。お願いします。圧が新藤さんそのものもそうなんですけれども、やっぱりゴルフのレベルですね、私たちと違って、まあ、上級者という分類になりますので、そことプロを比較した時に、まあ、さらにどこが違うのかっていうのを見ていきたいんですけれども、私たちもちょっと見てみたいと思います。はい、チャンネル登録よろしくね。では新藤さんのアイアン正面から見ていきます。はい、反射で見づらいですけど、ちょっとゆっくり見てみますね。アドレスかな。自分のスイングが遅すぎてスローかと思っちゃった。こっから、いいリリース。頭が残ってる、うん、はい、まあナイススイングですね。はい、で私たちがどこに注目していくかというと、はい、スイングの中でもた時に、こっからこの辺ですね、ハメの部分っていうのを結構普段から比較して見てると思うんですけれども、日野さんとこの辺ですね、どうですかご自身で見て。なんか弱々しい、弱々しいインパクト前がそんな感じがします。はい、ドープロのアイアン正面です。はい、綺麗。なんか軽く打ってる感じですけど、ちょっとゆっくり見ていきます。ついていくバックから、いいね、
方もあって、うわここですよ。やっぱさ、これこうじゃないとダメだよね。ほらららららすごい。やっぱさこれだよね。これはな、もうなんか男とは男らしいですかこれは。いやすごい。これを見てやっぱりシャフトって今見てても、はい、こうずっとこうしなってやなんか。こういう感じでしなって当たってるように見えるじゃないですか、はい、やっぱシャフトってそうやってしなるんだろうなって最初思ったんですよね。あー確かにしなり感すごい感じますね、うんうん、あのシャフトがすごい曲がってる、うん、見てこれほら。でも、うん、須藤プロって重くてカチカチのシャフト使ってるじゃないですか。はい、はい、本当にそう見えない、なんかゴムのビヨンビヨンのシャフトみたいに見える、うん、見える、うん、はい、ということで今比較していった中でやっぱ私たちための部分を注目して見てたと思うんですけれども、はい、まあ、進藤さんでもやっぱりあんなに比較すると違うっていう部分はやっぱためだと思うんですけど、すいません、あの、そういう意味で、もうね、動画上、はい、出てしまったということで、まあ、今この進藤さんももうってなるぐらいやっぱりまあ差が出てたと思うんですけど、ための部分で進藤さんってどういうイメージですか？僕のイメージですか、はい、最近思うのは、まあ、これちょっとあの教えてもらいたいんですけど、はい、インパクトで右肘が曲がったままって良くないんじゃないのかなってちょっと思ってます。でもそれってちょっとために必要な気もするし、そうなんですけど、はい、右肘が伸びても手首の角度がこのままだったらいいのかなって思ったりもしてて、確かにあの角度は肘なのか、うん、手首なのか、うんうん、もうためを作りたくて今まで30年間やってきましたよ僕も、はい、作りたいっていうのはずっとあるんです、はい、じゃあやっぱためができるとやっぱそうですね、ウンゴルフ君も前におっしゃってたんですけど、やっぱこうターフが取れるようなイメージにつながるってことですよね、多分篠さんの中でもそういうイメージにはつながるっていう感じ、うんうんうん、僕のためたい動きをやろうとするとこうやってこういう感じで、まずなんかねそのまま右肩こう下がってダフる、もしくはあの上から来てなんかこんな感じにヘッドが弾かれて右に行く、なので最近はこの右肘が伸びたままでもいいのかなと、できないんだけど、できてないんだけど、いきますよ、ちょっと思い切り溜めますから、はい、どうなっても知んないですか。今どうですか。めちゃくちゃいい音したけど。あ、リリースできないですね。なんかもうこっちばっかり一生懸命になっちゃって、はい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 、そのままなんかこういう感じになっちゃうんです。あ、曲がんないみたいな感じですかね。はい、今のスイングって須藤プロから見てどうでしたか。溜めたバージョンのスイング。そう。溜めたバージョンのスイング。やっぱ溜めに慣れてない感はありますよね。やっぱり。はい。はい。はい。でやっぱ結構力ずくの溜めっていう感じがします。その溜めるために力を入れちゃってるっていう状態ですね。はい、でもまあこれあの何回もこう話をしているんですけど、溜めるためには逆に力は抜けないといけないっていうのが結構ポイントで、そこが抜けないとまあ溜めはできないし、溜めができることによってダウンスイングでは余計な力っていうのは入んないよっていうところ、はい、が大事なんですよ。でも今の進藤さんのスイングを見てると、やっぱりこう溜めるっていうものに対して自分がすごい作る、そのすごい作って自分でこう作って作って力を入れることでなんかこう形ができるっていう感じに見えちゃってたんで、やっぱ動きはいつもよりも当然ぎこちなく見えちゃうし、まあそれがそのためがいい方向には確かに影響してないし、あのそう影響を感じることもあんまりできないかなっていう感じには見えました。とはいえ進藤さん上級者で飛距離もしっかりというか、まあ、かなり飛ぶと思うんですけれども、それでもためができたらもっと上級者になれる、もっと飛ばせるにはなるんですか。まあでもやっぱりあの、まあ、ここは何回もお伝えしているように、ためはどの方にとってもやっぱりためから解放、まあ、ここまでができればあの飛距離が伸びる、あとはフェースのコントロールができるっていうところはあの必ずあると思います今以上に、はい。
はい、わかりました。はい、じゃあまあためダンシングでのまあためにためるためのまあ動き、はい、で、さっき僕が新藤さんにお伝えしたその力を入れることで作るわけじゃなくて、力が抜けることでためができるっていう話なんですけど、はい、今、見てると新藤さんの中でためを作ろうとした時の、まあ、角度ですよね。角度をじゃあどこで作るのって、肘が伸びても手首が曲がってれば OK なのか、肘が曲がっててないといけないのかっていうと、まあ、結論でいくと、まあ、これ右肘に関してなんですけど、結論でいくと両方ともやっぱ曲がっててほしいっていうのが理想です、はい、で、インパクトでも曲がっててほしいっていうのが理想です。でそれを、まあ、これ進藤さんのスイングに当てはめた時にできにくくしちゃってるポイントが2つあります。2つで、まず1つは、この角度、このためを作ろうとした時の、手の、まあ、向き、右手の向きです、はい、で右手の向きが篠さんの場合、後ろから見た時に角度作りたいですって言った時に、結構思いっきり右手が、手のひらが下を向いた状態で角度を作ろうとする、この動き。もう一個は、これ全体的に、スイング全体的に言うんですけど、右肩ここのラインが自分の右胸に比べるとちょっと中に入りすぎちゃってる。巻き方、はい、でここが、この2つのポイントをちょっと修正したいんですよ。でそれを修正することによって脱力をする、ためができる状態っていうのが結構できしやすくなる、はい、でも今その2つがあることによってためイコール悪い方向に行っちゃってるっていう状態だったり、ためを作ろうとした時に力みにつながるっていう風にちょっとなっているので、そこをちょっと取り除きたいなと思います。で、まあ、ちょっとまず1個やってもらいたいのが、まあ、ウンゴルフの中でも1回やってもらったんですけど、まあ、カエレちゃんもやってもらったし、ウンゴルフくんにもやってもらったんですけど、ちょっと僕がこう推奨するボール投げドリルをちょっと新藤さんにもやってもらいたいと思います、はい、まずちょっと1回僕目の前でやるので、それをちょっと真似してみてください、はい、まず右手でボール持ってもらいます。乗せてもらいます。ごめんなさい、持つ表現じゃないです、乗せといてください。パーにして、これ握らないでください。でこの状態でまずトップの位置までいきます、まあ、これよくなんかこうおもん乗せたり、出前の、そうです、位置ってあると思うんですけど、でこの時に右の親指をこう中に入れ込まないでください。はい、手はこの腕からそのまままっすぐ、指先が出てる状態で、はいはい、でこのボールを一回やりますね。このボールを乗せたまま、ずっと乗せたまま、乗せたままでこのまま向こうに投げる。持っちゃダメです、一回も持っちゃダメです。乗せたまま、乗せたまま、持っちゃダメです、一回も持っちゃダメです。乗せたまま、乗せたまま向こうに投げる。はい、難しそうですか、簡単そうですか。ちょっと抜けそう。ああ、はい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 。まず持たない、手のひらしっかりパーにしてる状態で、あ、そうですそうです、その状態から、はい、うんうん、こうなりそう。はい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 、手を使わないと、はいはい、うんうんうん。でこれが、今まさにこのボールを投げてもらった右手の動きが、今進藤さんの中にある、まあ、右手の動きと、ためと解放に対しての感覚です、はい、でこれをもう一回持ってもらって、はい、今からやる動きと同じように今度はクラブを振ってもらいたいんですけど、はいはい、その状態で手のひら持ってます。でパリしてください、はい、でこれを落とさないようにしたいんで、このまま一旦ここに、はい、ここです、ここに、はい、落としてきてください。でその状態から向こうに解放するんですけど、解放するときに手はここに戻してきていいです、はい、言っちゃえばこの状態、右の手のひらが上を向いた状態でずっと下ろしてきて、リリースするときにはこれがまっすぐ来ていいです、はい、で指先向こうに、はいはい、ゆっくりでいいですよ。あ、そう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 、簡単に飛びますね。はい、そうです、もう一回乗せてる状態、そうですそうですそうです、はい、落としてきて、あ、そう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 、
低く向こうに飛ぶように、はい、手の位置っていうのを少し低く長く出してってもらっていいですか。はい、はい、あ、そうそうそうです、そうです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 、はい、あ、そうそうそうです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 、お、飛ぶ、はい、今って最初の位置よりも抜けちゃう位置よりも間違いなく肘の位置は曲がってるし、手首の角度も正直ほどけてないです。で、これまで新庄さんがやってる右手の使い方っていうのは、今ボール持ってるんでなんとなく上向いてますけど、もう一回構えてもらって、今ってここから手首、溜めを作ろうとするとこういう状態、そう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 、多分溜めを作ろうとすればするほどこの状態になります。はい、ここからテイクバックの位置から、まあ、まずこの時点で多分少し親指がこっちに入ってきて、はい、こっち側ですね、はい、でそこからこうやって、はい、多分作ろうとする、はい、でこうやればやるほどやっぱりクラブは落ちちゃうんですよ。え、立ってくるんじゃないんですか。こうやればやるほどやっぱりこれはもう右手が上に来る時点でもうクラブはやっぱり右手の方が優位に働いちゃうんで、力としてクラブはどん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 やっぱ落ちます。はい、でもしこれを落とさないようにするんだったら何しなきゃいけないかっていうと、この位置から下に向けて落とさないようにするんだったら、このボールどうします、落とさないようにするんだったら下向いてます、でも落とさないようにしてください。あ、こうするか、ここから握るしかないんですよ。はい、でもこの握るっていうのが力みです。だからさっきのダウンスイングでタメを作ろうとした時に力を入れないとタメができないような状態になっちゃうんですよ。でもその力っていうのは動きを止めちゃったり体を起こしちゃったりするんで、これを力を入れずにやるためには右手のひらっていうのは常にここに、あ、そう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 ですそうですそうです、腰の高さのラインまでは右手のひらっていうのは必ず空側を向いてる状態を作っててほしい。はい、そう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 、で解放、そうです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 、そうです、このやってる瞬間がタメができてる状態です。力入れないですね。力入れない、力です、むしろ力を入れられない、ああここに向いてると。力入れられなくていいんです、ダウンスイングは。ヘッドスピードまだ計測してないんで、ここではスピードは全然上がらなくていい。でその状態を、例えばボールをじゃあ持ってるものがクラブだとするじゃないですか。 あ、そうですそうですそうです。でその状態でじゃあこれボール、まあ言ったら、まあ、クラブ重たいんでこっちに行っちゃうんで、そこはまず引っ掛けてもらう、指引っ掛けてもらって、はい、でも感覚はボールと同じ感覚でクラブを持って、はい、でその状態で下ろしてきてください。そう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 で解放、そうそうです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 。へえー、そう、なんかこうタメを作ったまま前だと、はい、なんかもう開いてドプッシュしそうな感じがするわけですよ、はいはい、こういう風にこのままこう来て、はい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 、はい、でこれは違うハンドファーストなんだろうなと思って、はいはい、こうなんだろうなってことなんですよ、うんうんうん、でもこれは逆に寝るんです、ね、これは落ちるってことですね。落ちるんですね、はい、そうですそうです。あ、落ちるん、落ちる、クラブヘッドがドンと落ちてしまうんで、結果、まあ、前からもそうですし正面から打った時に手のひらが下を向いた形の方が角度ができると思えば思うほど、あ、分厚く当たる感覚になるじゃないですか、はい、頭の中では、はい、そうするとどんどん今の動作が落ちてるにもかかわらず自分自身が上から出たくなるんですよ、はい、でそうすると右肩は出てくるからどん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 動きとしては詰まったり、で右肩出てきて窮屈になるから右肘を畳むことをやめちゃうんで、どんどん、はい、できるだけ解放をしたくなっちゃうからやめちゃって伸び上がって右に行くとか、はい、っていうミスになっちゃう。だこのためを作ろうとした時に右手っていうのが上、右肩っていうのが上にかぶせてきちゃった時点で基本はやっぱできないです。できない。でも感覚として抑えてる感じはあるんで、やってる感は出るんですけど、実際そこだとそのためっていうのはできない。できない。だからその難しくなっちゃうんです。どんどん溜めることが。この今の右の手のひらでボールを持ってる右手の使い方っていうのが本来の、まあためを作ることもそうなんですけど、本来のその人が持ってるパワーを最大限にまあ発揮する、でそのパワーとクラブのシャフトのしなりをもっと活かせる向きになってくるんで、その位置ができてくると脱力しながらためるってことができるっていうことですね。はい、おお、そう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 。そんななんか自分でためにいってる感じはしないです。うん、確かに、うん。でも最近の悩みは本当にここから
右手がもうこう返って返って仕方がなかったんですよ。はい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 。なのでもっとこう左手をうまくもっと引っ張ってこなきゃいけないのかなってずっと悩んでたんですけど、はいはい、うん、それをもう通じるってことですか？あ、それも全然通じると思います。今の僕のクラブの使い方だと、はいはい、こう来てるから。そうですそうですそうです。どうやっても右手が使っちゃうと。使っちゃうです。もう右手が当たる前からもう右手が勝ってる状態になるんで、はい、これでインパクトでアジャストするっていう動きはもうほぼありえないんですよね。だから変、まあ、すごい言葉選ばずにいくと変な動き入れないとまっすぐにならないみたいな。通常通りこうスムーズに動いてたらまっすぐにはやっぱならない動きに、動きというか力配分にもうダウンスイングの状態でなっちゃう。あ、そうですそうですそうです。今のめちゃくちゃいいです。あ、そうですそうですそうです。今のめちゃくちゃいいです。それをちょっと両手合わせて素振りしてもらっていいですか？お、そう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 。こんな。そう。はい。こんな下に落とす感じですか？あ、そうです。はい。あ、そうです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 。で、おそらく、そう、今、しんどさんから、もう感覚的な、こう、言葉が出て、出てもらったんですけど、その、こんなに下に下ろすんですかっていうところが、このためには必要で、その、下ろすっていうのが、自分の手をやっぱり、こんだけ下ろしてこなきゃいけないんですよ。手を、そうそうそう、下ろしてきた時って、手を下ろせば下ろすほど、クラブっていうのは、この手に対しては絶対上に来ます。はい、でもこれが手が上がれば上がるほどクラブっていうのは下に行きます、はい、でおそらく全体的な調子が悪くなってきたりとかミスするとこの動きが新藤さんの場合は強くなるはずなんで、今のその手が下ろすっていうこんなに下ろしてこなきゃいけないんだっていう、そうです、感覚が一番出てほしかった。待てないかもしれないです、僕これ、うん、怖い。あ、怖くてっすよね、うん、そこはちょっとずつ慣れは必要なんですけど、でもこれ待てないのがおそらくこのままやってるともうそれこそリリースが間に合わないから右に行くってなるじゃないですか、はい、さっきボール投げた時のリリース、はい、ここまでの一連が大事です。今ここにすごく集中しちゃうんで、はい、もちろんこれは動画上で僕話してて視聴者の方もそうだと思うんですけど、ここにフォーカスしてたらもうここで終わりになっちゃうから、もちろんここまでは下ろしますよ、下ろすんですけど、さっきボール投げたようにボールをパーンと向こうに投げたらここでリリースができてる状態なんで、こっから先はこの右手の使い方、この一連がすごくためを覚えるためには大事ってことです。はい、ちょっとできているから見てもらっていいですか？はい。いますよ。はい。うん。うん。オッケー、オッケー、オッケー。いいですよ。ナイス。どうですか？なんかこうやっぱ自分の中ではうわっていう感覚が今まで振ってる感に繋がってたんですけど、はい、今ここがこう落とすんで、はい、振りたくても振れないんですけど、はい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 、それでいいですか？それでいいです、それでいいです。おー、ナイス。そう。これで今スピードめっちゃ遅いなって見えます？見えないですよね。本当に？そう。新藤さんのレベルで言ったら、正直言うと力の出すその感覚というかポジションってもう本当にこのぐらいの幅でいいんですよ。すごい極端な話をすれば構えてる状態に体幹には力が入ってるんですけど、基本ここには力入ってるんですよ。前傾姿勢も保てるし、まあ、股関節も折れてるしお尻も張ってるしっていう状態でこの辺には力入るんですけど、今のためを作るために一番近くにいる腕肩から先っていうのは正直すごい極端な時期はずっと力入ってなくていいです。入ってなくて入ってなくて入ってなくていい。この一瞬だけパンって入って、あとまた抜けてる。そんなんでいいですか？はい。そんなんでいいです。でもこれを、なんでこれをしないかっていうと、そこに力がなかったら、クラブのフェース面が保てないと思うからなんですよ。保てないと思うから、この角度も作っちゃうしっていうと、これが逆効果。全部逆効果になっちゃう。エンジン全部なくしちゃう状態なんで。いやでもイメージで、ね、そうためっていうものって力を上げるためスピードを上げるために必要なんですけど、あくまでも、そこで力を出してるところがためじゃないんで、ための状態っていうのは力が入ってない方が絶対にで、その力が入ってないためができるから力が入るインパクトにつながるってことなんですよ。いや最近思うんですよ、はい、もう体力が落ちちゃったのかなって、はいはい、それなんでかっていうとフィニッシュまで振り切れないんですよ、うん、力が、うんでうん、あんなにトップから
フィニッシュまでどうやって力を持っていくんだろうって、はい、もう、はいはい、言ったら 100m がこのトップがフィニッシュだとすると、はいはい、もう 50m ぐらいで息切れしてるんですよ。そう、でもそうそうそうです、そうです、そうです。でこんな上級者の進藤さんもそう感じるのに、やっぱアマチュアの方になればなるほどこのスイングを100としたら全てにおいてやっぱ力の配分っていうのができない、ずっと力感が強い状態になっちゃうので、そんなに人は持たないと思います。腕に対しての持久性ってないんですよ。だからシャフトもしならせなきゃいけないし、他で使えるものを使わなきゃいけないっていうところなんで、これはプロゴルファーでもそうだと思います。悪くなれば悪くなるほどやっぱり面のこう長時間まっすぐであろう感覚を保ちたくなるんで、そのために力をこう入れたくなるんですけど、それは全て逆にどんどん自分の良さだったりとかいいところが崩しちゃうもので逆効果になっちゃうので、だから悪くなれば悪くなるほど疲れます。スイングは絶対にめっちゃ疲れます。はい、これは一緒です。もうあの僕も感じますし、多分プロゴルファーの方も感じると思います。やっぱ調子が悪い時ほど力感が入っているところっていうのがすごく長い時間ワンスイングに入っちゃってる状態だと思うんで、ただそれが今ベースとしてもそれが作っちゃってるってことは、そのベース自体を自分自身の本当、まあ、普通のこう何も意識をしてないパーンと振ったスイングの中に少しその力感が抜けるところっていうのを入れてほしいのが、まあ、ダウンスイングの部分で、分かりやすく言えばための形になるよってことですね。すごく開いちゃって振り遅れちゃってもいいですよ、ぐらいな感覚でもいいです。振り遅れちゃっていいんすか。はい、いいんすか。力感を抜いてくださいね。はいはい、そう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 、あれ、でも絶対捕まります。ボールはこの形である以上は絶対ボールは捕まると思います。しかもなんか今ね使ったことがないぐらいこの左足の内側を踏ん張れましたね。お、こういう動きを入れないで力を抜いたらどうなるんですか。こういう動きを入れずにこの状態から、まあ、ここの落とすっていう作業をしないで力を抜いたらこうなります。落ちる、はい、本当に落ちる、はい、でも多分これって嫌な動きじゃないですか。もうすでにあのこっちの動きやってくださいって言われたら、えそれはってなるんじゃないですか。だから多分やらないんです。反射的にもやらない動きになるんで、やっぱしっかりこれがここからこの位置からここに来れる動きしかおそらくやらないと思いますけど、ただそれでもじゃあただ力抜いてくださいってなったらこういう動きになるなっちゃうはずなんで、まあ、この時点でもう全てリリースしてほどけちゃうから。だから右手の向きが大事。そうです、右手の向きが大事です。ここで力を入れることでフェース面が戻ってくるって思うんですよ、うん、ダウンスイングのここで、うん、ここで力抜いたらもう開いて右っていうイメージなので、うん、そこは多分進藤さんみたいに一回ちょっとやってみる、信じてやってみる、うん、で球が捕まるっていうのが自分の、ね、自信になると思うんですけど、そうですね、まあ、実際に今後ろから撮った映像を進藤さんに見てもらえれば分かるんですけど、おそらくフェースは開いてないんで、それでもえそう感覚としてそういう感覚はあるんですけど、多分フェースってそこまでこう開けない、手が先に行くから開くだけで、あの位置に落としてきて近ければあの手の向きがこうでも開かないんで、進藤さんがね30年、はいはい、30年悩んでちょっと諦めつつみたいなところだったための部分が、はい、まさかのねちょっと、はい見えてきたので、はい、これ修正しまくってます、はい、皆さんもね一回やってみて感覚つかんでもらいたいなというふうに、はい、おすすめします、はいはい、思いました。あと次回はですねこれのドライバー編をやっていきたいなと思ってまして、まあ、進藤さんはアマチュアの中でもかなり飛ぶ方で、はいはい、そこがプロと比べたらどうなるのかっていうところなので、はい、そちらもぜひ見てください、はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらだよ。また見てねー。